こんにちは、理想の竹です。竹のヘアサロン内緒話です。この動画はヘアサロンの情報やお客さんの知らない話などをお送りしてます。ヘアサロンの疑問があれば下のコメントをください。質問の参考にさせていただきたいと思います。今回のテーマは、薄毛の進行具合の見分け方です。前の時に、アラサーになると、薄毛予防がなかなかわからないっていう話したんですけど、なので早めのちょっと予防が大切っていう話をしたんですけど、一応、ちょっと薄毛になってるかどうかっていう見分け方があります。その見分け方は、この首の後ろですね。この首の後ろの毛っていうのはほぼ変わらないんですよ。生まれてからね、ほとんど変わらないらしいんですね。で、ちょっと話変わるんですけど、自毛発毛っていうのがあるんですけど、自毛発毛っていうのは、ここの毛を使った、変わらないっていう毛を使ったやり方なんですね。それはまた違う、次回でもまた自毛発毛については、言いたいと思いますけど、今回のテーマである薄毛の進行具合の見分け方なんですけど、ここが変わらないってことは、ここを基準にして、例えば上とか前髪をね、触るんですね。もちろんこの時に注意しないといけないのは、カットした後とかやったらちょっと分からなくなるんですね。カットの、ヘアサロンでカットした場合でしたら、ちゃんと要はこの辺と後ろとかを調節するんで、かなり後ろってこの辺っていうのは多いんですね。髪の毛が多いんで、葉酸つくんで、できればもうカット、もうそろそろ行こうかなって思ってる時期に調べてもらった方がいいですね。それでできるだけここ触ってみて、髪の量と多さが違うとか、髪の硬さが違うとか、前髪とか見て違うとかっていうのを見てもらったらいいんですね。そうすることによって、初めは分からないかもしれないですけど、触っていったら分かるんで、僕も今触ってみると、やっぱこの辺とかが、前髪とかがちょっと髪の量が減ってるっていうのは分かりますね。だから見た目的には全然別に薄毛じゃなくても、徐々に進行してきてるっていうのは多分間違いないですね。一度要はその後ろの毛と、トップ前の毛を比べてみてください。今回のテーマは薄毛予防の進行具合の見分け方でした。